こちら2段ベッドですね。中に入ってみると意外と広い感じがします。これにダイニングテーブルがありまして、こちら奥にもベッドがあってテレビもついてるんですね。今日玉野市築港にオープンしたトレーラーホテル空海です。玉野市の企業 MES ファシリティーズが開業しました。市販のトレーラーの設備を整えて電気水道などを完備しています。客室には2種類あります。最大6人が宿泊できるタイプと、一回り小さい3人まで宿泊できるタイプです。料金は1人当たり4625円から6500円です。中に入ると落ち着いた感じがするのかなという。I think I could stay a night here. I think if I wanted to stay a night, I think the price is very reasonable. 宇野港の真横、そしてホテルとしての設備、さらに Hello, we are looking forward to see you. 狙いは外国人観光客です。一番のお客様はインバウンド、その次は国内の旅行者。おととしの第2回瀬戸内国際芸術祭ではおよそ3万8000人が宇野港周辺を訪れました。外国人観光客も非常に多かったということですが、数が少ない上に満室だっていうところであると、ご紹介できるところがもう現状本当にない。外国人観光客の多くはホテルタイプの部屋で Wi-Fi 環境などを望みますが、宇野港周辺にはホテルは1軒しかありません。玉野市観光協会などはトレーラーホテルが外国人観光客の受け皿になると期待しています。しかし今はトレーラー5台、最大でも21人しか泊まれません。来年の瀬戸芸に向けて台数を増やしたいところですが、できればトレーラーを増やしていきたいとは思うんですけれども、これはスペースの問題もありますので、これからの検討課題ですね。